much world studio。ワッシーと乾あゆみの観光局の中の人、ナビゲーターの乾あゆみです。よろしくお願いします。そしてもう一人のナビゲーターはワッシーです。こんばんは。よい子のみんな見てるかな。どうもどうもお邪魔しました。どうもすいません、はい、あのいつもね、あの、はい、僕はあの木曜日、月末の木曜日を、はい、あの観光局の中の人させていただいてるんですけど、はい、今日はあのすいませんお邪魔しまして。いえいえ、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。このマントは、あ、え、マント着てます？着てます、はい。うわー、マントや。しらじらしい。めっちゃしらじらしいです、はい、今日はあのね、あのバッグが、はい、まあ、今日のお迎えするのはポルトガルの観光局の、はい、方をお迎えしますので、はい、背景もですね、はい、素敵な背景を、すごいですね、この赤と、ね、ポスターもすごいですね、グリーンと、はい、で、乾さんもそうです、ちゃんと合わせてきました、赤で、はい、素晴らしい素晴らしい。今日緑じゃないんですね、緑色。いや、だからマントをね、お借りして、はい、ちょっとでもこう雰囲気を、そうですね、出そうかなと思っております。出てます出てます、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、お願いします、では早速今日のゲストをお呼びしましょう、はい、ポルトガル政府観光局の高岡千鶴さんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと賑やかな始まりで、ね、すいません、ちょっとびっくりされたんじゃないかなと思うんですけども、本格的なスタジオで、どうぞマイクの方、はい、はい、もう今日は31名の方をご覧になっていただいてます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。高岡さんもね、あのポルトガルの、今日は話をしていただくにあたって、はい、ポルトガルが大好きという方にも、はい、お声掛けをいただいたりとか。そうなんです。私もツイッターの方をさせていただいているんですけど、はい、ツイッターを通して皆さんに、はい、どうぞご覧くださいというふうに、はい、朝からつぶやいております。あ、なるほど。ちょっと見てくださっているんではないかなと思います、はい、あの一応ですね、この番組をあの、はい、初めてご覧になった方のためにご説明しますと、あの麹町ワールドスタジオといいまして、あの月曜日から金曜日まで、はい、9時から、はい、10時までですね、はい、あの帯で毎日やってますんで、はい、また見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、高岡さん、はい、早速なんですけども、なんか手なん、今日はお土産をですね、はい、日本のカステラの元祖と言われておりますパンデローという菓子がありまして、はい、そちらをお持ちしたんです。おお、すごい、うわ、ありがとうございます。召し上がっていただこうと思いまして。すごい美味しそう。すごい、なんか中へこんでますけど、真ん中。そうなんです。これ半熟カステラっていうね、今日本でもちょっと人気なんですけれども、あの真ん中にあの卵の黄身のクリームが、あの本当日本のカステラでと焼いてしまうんですけど、半熟のまま残っているっていうお菓子なんですね。でも僕らの持ってるカステラって、うん、この四角い、うん、細長いのが、ね、はい、上黒い感じの、そうなんですけど、元祖と言われてるのは丸い形をしてまして、まあ、ポルトガルにあの売られてるのもそっくりなんですけど、はい、もっと大きな、あのこれをちょっと大きくしたような形で、はい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 、丸い形をしてるんです。あ、そうなんですね。カステラはポルトガルが発祥なんですか。うん、と言いますかね。知らんかった、イネイさん。知らんかった。知らんかった。あれ、ポルトガル、ポルトガルのものなんですね。そうなんですね。初めてポルトガル人が日本にやってきた時に、はい、日本人が初めて欧米人に会ったっていうのはポルトガル人なんですね。あ、そうなんですね。知らんかった、知らんかった。知ってました。知らんかった。ほら、知らんかった。しかも今かそう、鉄砲伝来、あのキリスト教の布教みたいのでやってきた時に、はい、あの伝えたんですけれども、それが今長崎、ね、のお菓子となって日本に根付いているという。そうですよね。そうなんです。元祖はポルトガルのお菓子なんですよ。あ、そうなんですね。はい、ポルトガルの
人を、うん、あのすごいこの、うん、なんていうのかな、ウェルカムした昔の有名な人がいるんですよ。はい、うん、わかりますか。龍馬。龍馬。坂本龍馬。いやいや、ちょっと行き過ぎ。行き過ぎですか。ちょっと最近過ぎなんですね。最近過ぎ。もっとあの戦国武将ですね。戦国武将、そうそうそう。戦国武将、武田。もうその頃ですね。その頃。その頃。知ってますか。行きましょうか。どうぞ。行きましょうか。豊臣秀吉。ああ。違う。あ、違うんですか。織田信長ですね。そうなんですよ。織田信長なんです。あ、そうなんですね。彼は新しいもの好きって言われてまして、はい、なんか型破りなね、とても武将だったんですけど、はい、もう当時こうポルトガル人の衣装を着たりですとか、あ、そうですよね。ポルトガルのワインを飲んだりとかってしていた武将なんですね。あ、そうなんですね。でその頃に伝わったチンタの酒っていうのを信長は飲んでたんですけど、はい、チンタの酒っていうんですね、はい、それはポルトガルの赤ワインのことをビーニョティントっていうんですね、はい、そのティントがチンタに変わって、はい、信長はチンタの酒を飲んでたって言われてました。へー。もしかしてね、はい、信長ってその本能寺の変で亡くなったじゃないですか、はい、ね、もしかしてその時にはそのワインを飲んでいたかもしれない。酔っ払ったかもしれないですね。酔っ払ってたかもしれない、はい、それで不意をつかれたのかもしれない、はい、判断鈍ってね。そう、はい、今日もお持ちしたんですけど、はい、こちらがそのポートワイン、ポルトガルのポルトで作られてます、はい、デザートワインで甘くてとても美味しいお酒なんですが、お持ちしたのでぜひね、はい、後で一緒に飲んでいただけたらと思ってるんですが、いかがでしょうか。これ合いますよね。そうなんですよ。絶対なんか甘いものと甘いものなんですけれど、はい、あのカステラと、まあ、これがなければカステラとポートワインなんかとてもおすすめな組み合わせですね。そうなんですね。そちらのこちらはですね、そのポートワインが作られるブドウを使って作っているテーブルワイン、こちら道路ワインっていうんですけれども、こちらもお食事と一緒に楽しんでいただけるあのコストパフォーマンス最高のポルトガルの赤ワイン、ね、たくさんございます。ヨーロッパって、まあ、ワイン盛んじゃないですか、うん、もちろんね、そのキリスト教の時代から含めて、であのポルトガルのワインっていうのは、うん、はい、あの特徴っていうのは、そうですね、まあ、スペインワインにも似てますけれども、うん、ポルトガルで栽培されている土着のブドウを使って、うん、あのポルトガルって縦長な、ちょっと見せてもいいですかね、こんな感じの、はい、あの縦長の国なんですけども、あの地方地方でいろんなあの特徴を持ったワインができてるんですね。ちょっとあの地図をね、もう一度ちょっとこっちの方もお見せしますけども、はい、ポルトガルの、そもそもポルトガルの場所どこってね、思う方もいらっしゃると思うんで、こうちょっとご紹介します。このですね、ポルトガルが切れちゃった。ここです。ここヨーロッパ大陸の西の果てなんですね、はい、すごいとこにありますね。イベリア半島のピレネー山脈を越えますと、スペインが、大きなスペインがありまして、その西側のをこう縦長にあるこのエリア、これがポルトガルですね。フランスがあって、スペインがあって、はい、でその端がポルトガル、なので西海岸と南は全部海なんですね。うん、海に囲まれてますね。そうなんです。じゃあ、魚介類とか、そうなんです、地中海料理が美味しいですかね。パエリアはポルトガルですか。パエリアはお隣のスペインの、スペイン、はい、ポルトガル料理っていうのは独特な料理は、ポルトガルもですね、あのお肉よりもお魚をよく食べるんですけども、はい、まあ、あのイワシのスビンピ焼きなんていうのは、はい、よくあの、ね、リスボンなんかで有名なんですが、あのイワシに粗塩を振ってそれをあの炭火焼きにして食べるので、日本人が行きますと焼いているところに行くと、あ、なんか懐かしい匂いがするなという感じで、本当ポルトガル人も魚好きで、あとはですね、バカリャウっていうタラの、あの干したもの、それをお料理したものを使うんですね。でタラ料理なんかはもう365種類以上のレシピがあるって言われてるほどで、もうレストランに入っててお魚どうしますか、何でもいいですよって言うとタラ料理が出てくるっていう、それほどタラの料理が、ポルトガルは、はい、
あの米が主流ですか、パンですか。パンを食べるんですけど、はい、お米もヨーロッパの中で一番消費量がたくさんだって言われてまして、主食っていうよりはお野菜の感覚で、はい、付け合わせにお米がついてくるんですね。だからお魚にこうふきいもがついていてご飯が乗ってるっていう感じで、はい、本当に日本の方が旅されても日本食が恋しくならないってよく、行ってみたいですね。いいですね。本当 お米が、うん、安心して食べれるってあまりこう特にまあヨーロッパの方がパンなんで、うん、あんまりこうね、そうなんです、ご飯食べたくてもこうなかなか食べれない。そうですね、米が、はい、でなかなかそのご飯も魚介類と一緒に煮込んだアローシュデマリスコシュっていうおじやんもあったりして、うん、もう本当にお年を召した方、熟年の方々もお腹に優しくて、うん、ポルトガルに入られるとホッとするなんていうことはよく言われますね。なんかそういう面であれですね、日本人がこう、うん、気軽に、そうですね、行っても、ね、はい、食に困るのが一番ね、うん、食べるものを合わないのが一番旅行はしんどいですもんね。乾さんって海外旅行とかは、うん、今までどこに行かれたことあります？旅行は、ラスベガスで、番組のお仕事で、香港、マカオ、はい、そうで、マカオの街並みがポルトガル、ね、はい、ね、近い感じの建物とか、はいはい、1999年までポルトガルの領土でしたから、はい、本当食べ物なんかは、はい、影響がすごく残っていて、はい、今世界遺産になっている地区が本当にポルトガルの街並みのようだっていうふうに私は行ったことがなくて、ぜひ行きたいと思ってるんですけど、はい、らしいですね。ね、すごい綺麗な、そう、あんな感じが町中にあるという感じです。ここにもいただきましたけど、はい、こういう茶色い屋根のお家が、あ、そうですね、それちょっとお写真で茶色く見えますけど、はい、白い壁にオレンジの屋根なんですね。あ、オレンジなんですね、はい、もうすごく南欧風の感じ。これリスボンなんですけれども、はい、でそれでもう本当紺碧の青空、それに、真っ青な海、雨はあんまし降らないんですか？そうですね、一応ですね、6月から10月ぐらいまではほとんど雨が降らないって言われてるんですが、素晴らしい、素晴らしい、だからその時期に行きますと本当にサマーバケーションが楽しめるっていうポルトガルなんですけども、うん、はい、ね、後ろ場所的には後ろの、そう、これがポルトガルの一番南ですね、南の方で、こちらの南のパート、こちらがスペインのコスタデルソルなんていう、はい、リゾート地がありまして、それに続くアルガルベ地方っていうところなんですが、ここが本当にリゾート地として有名で、ヨーロッパの方々はここを目指してポルトガルに旅行されるっていうくらい、バケーションのメッカなんですね。で、すごい素敵なビーチがたくさんありまして、ね、うん、ちょっとここで皆さんのツイートをちょっとねご紹介しましょうかね。ポルトガルのお話してますんで、ぜひポルトガル好きな方、そしてまだポルトガルのことを、はい、質問など ね、あんまり知らないんで、今日ぜひこの機会に聞いてみたいというようなことございましたら、ぜひぜひ、ぜひご質問ください。ちょっとね、今日画面が固まりがちで、重い感じですよね。重い感じで、ちょっと見づらくて申し訳ないなと思うんですけども、はい、見てくださいね。はい、今のところ、質問はまだないですね。そうですね、はい、今日せっかくなんでちょっとワインいただきませんか。いただきましょう。ぜひぜひ。じゃあちょっと犬さん選んで、甘いポートワインいきましょうか。はい、こっちが合う方、ね、はい、せっかくなんで、じゃあ開けます。じゃあこちらを、じゃあこのそれは多分すぐ開くかな、はい、サンデマンルビーポート。そうです、ルビーの色をしている、ルビーの色ですね。楽しみですね。このポスターの、はい、うん、この下の部分ですか、これ、はい、お家ですか、ちょっとなんか段々畑みたいな。あ、これがですね、こっちがアルガルベで、はい、こっちはポルト、はい、ポートワインのふるさとのポルトの、はい、道路川の上流にどんどん上がってきますと、そのポートワイン用のブドウを栽培しているこういうブドウ畑があるんですね。あ、畑なんですね。そう、段々畑になっていて、道路川の両脇をこういうふうに段々で、こんな風にブドウをね、作ってるんですけど、これが世界遺産に指定されております。はい、そうなんですね。ユネスコの世界遺産でございます。
でもこの辺りもなんか夏を過ごすための貴族の館とかたくさんあって、はい、あ、じゃあ高級住宅街、はい、高級リゾート地にもなってますね。なんかスパが楽しめるようなそういう貴族の館を改装したホテルとかもたくさんできていて、はい、あ、そうなんですね、のんびりバケーションを過ごせるっていうエリアでもあるんですね。あの高岡さん、もともとポルトガルが好きだったんですか？はい、まあ、私とポルトガルの出会いっていうのは、はい、まず大学でポルトガル語を勉強し始めまして、はい、それなんでなんですか、ポルトガル語っていうのは。そうですね、まあ、話せば長いと言いますかあれなんですけども、はい、一人姉がおりまして、はい、うちの姉もポルトガル語を専攻して、それで同じ大学でポルトガル語を勉強した後にポルトガル大使館で働いてたんですね、はい、で私も身近だったもんですから、はい、やっぱり外国語をやりたいなと漠然と思いまして、はい、でポルトガル語を選んだんですね、はい、ちょっと話の途中なんですけど、はい、行きましょう、はい、はい、ありがとうございます。じゃあポルトガル語で乾杯を。サウーデっていう意味ですが、サウーデサウーデサウーデ、健康っていう意味ですね。は、はい、行きます。サウーデ、サウーデ、どうでしょう。あ、甘い、美味しい。これ絶対女の子好きですよね。ね、そう思います。いかがですか？甘いデザートワインなんですね。ほんまや。はい、で結構これアルコール度数強いんですけど、なんかどんどんいっちゃいますよね、甘いので。そうですよね、リキュールっぽい感じ、うん、後から来る感じですね。そうです ね、 ね、なので、うん、ね、食前とか食後に、あとは甘いチョコレートと合わせてっていうのになりますね。じゃあちょっと、はい、この半熟の元祖カステラ、はい、どうぞどうぞ。半熟カステラ、これ今売れてるんですよね。そうです、大ヒットですね。雑誌とかにも書いてます ね、 ね、スイート。ちょっと開けてみよう、はい、お、ガバ。ちょっとね、あ、ここに切るのはちょっとあったんですけど、時間がなくて用意が足りなかったんですが、はい、映りますかね。で、カステラの元祖なんですけど、すごい、まさかこんなものだと。初めて見た、こんなカステラ。真っ黄色ですね。すごい濃厚な。うわー、これはうまそう。ふわふわですね。ちょっと聞きましょうか。はい、せっかくなんで。どうです、何、なんか出てきましたよ何この、え、こんなんあり？うわ、ちょっとこれは僕想像してなかったほど半熟ですね、うん、ジャムっぽい感じですね。もうね、卵の黄身のなんていうんですか、クリームがもうこれです。これそう、絶対美味しいやん。これこの時間見たらやばいな、これ、ね、ちょうどご飯の後のご飯の後のデザートで、はい、じゃあちょっといただきますか。はい、せっかくなので、ちょっとじゃあ、このまま、すいません、はい、このままどうしましょう、持てますか。うん、じゃあそこに置いて、ここに置いて食べますか。あ、はい、はい、ありがとうございますなんかポルトガルでもう一つ有名なお菓子にエッグタルトってあるんですよ。 あれポルトガルなんですか。そうなんですよ。あれめっちゃ美味しいですよ ね、 ね、マカオにもたくさんあったかと思うんですけど、 あれの元祖はポルトガルで、はい、修道院で作られてたお菓子なんですね。修道院で。そうなんですよ。で、キリストの方、うん、今日、うん、そう、昔修道院の中でお菓子はいっぱい作られていたんですけど、はい、でそれを普通のカフェテリアの方で今はそのレシピを引き継いで、はい、老舗として売ってるお店があるんですよ。ありがとうございます。ポルトガルって、うん、キリスト教の方が多いんですか。そうですね、 90% 以上がカトリックですね。あ、はい、じゃあいただきます。どうぞどうぞ。お酒いただきます。いいか普通バシーさんち、うん、濃い濃い、もうそう、うん、濃くて、濃い、そうなんですよ。すいません、皆さんあー、ほんまうまいでしょ、これ。蜂蜜の塊みたいな、この辺、うん、めっちゃ甘い、うん、ちょっと一歩間違えばね、うん、ボンドみたいなんですけどねボンド口がひっつくんじゃないかなって喋れんくなりますよ、うん、
うまいですね。そうですか、ありがとうございます。本当に本当にこれが元祖のカステラなんですか。元祖カステラでパンデローっていうお菓子なんです。パンデロー、はい、でポルトガル行くと、はい、こういうあのお菓子があのバールって呼ばれるそのカフェとかですね、うん、パステラディアにあの売ってあるんですね。これだいたいこれぐらいのサイズで、うん、ユーロでどうでしょうね。こうだから日本円にして 400-500 円ぐらいだと思いますけど。マジですか、はい、安いですよね。安いで大きさにもよりますけど、まあ、ポルトガル人はたくさん食べるんで、うんうん、日本人ってこう小さいケーキとか食べますけど、うんうん、それをポルトガル人の人見ると詐欺だって言いますからね。小さいって。そう。だからいっぱい食べた後のデザートも大きなポーションでドーンって出てきますから、うん、でそういうケーキも大きなポーションで売られてますね。これねちょっとね、はい、あの僕探して買いますよ。はい、これはね、ぜひぜひ。これはねあの喜ばれますよ本当に。これとワイン、うん、そうそう合いすぎますね。そう、あのさっきの詐欺やった話ですけど、はい、あの和紙さんも関西から分かると思いますが、うん、関西しちゃいますよ。めっちゃ関西なんですやん。絶対嘘やし。あの東京のお好み焼きちっちゃいですよね。ちっちゃいちっちゃい、そんな感じです。多分ちょっとちっちゃい、ね、詐欺やっていう、うん、ね、そうですよね。そうですね、うん、いや、いいですね。これ皆さん食べましょうね、後でね、うん、これ本当美味しいですから。はい、あのどこで買える、どこで買えるんですか。これ今日買ってきたのは、はい、あの東急のフードショーの中にお店があって、渋谷の、はい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 、そこで買いましたし、なんかあの通販でも最近買えるお店もありますし、あとちょっと高級なあのスーパーでも、はいはい、見た、はい、ご覧になったことあります、はいはい、見かけます、うん、そうなんです。いやどうもありがとうございます。はい、とんでもないです。勉強になりました、大変。あ、勉強。うん。新しい味覚です。あ、そうですか。うん。本当に、本当に正直にびっくりしてました。ああ、カステラからちょっと想像しない。もう想像つかない。うん、今日朝僕ね、目玉焼き作ったんですよ。うん、はい。まあ全然違うんですけど、うん、本当にそういう黄身の感じ。はい、なんか昔はね、あの進めてください、進めてください、進めてください。もう僕が入らん方がいいです。進めてください。昔はその卵がとってもあの貴重で高価なものだったらしくて、その頃にその黄身をふんだんに使ったお菓子っていう贅沢なものとして、ポルトガル人はその黄身のそういったクリームを使った甘いお菓子を多いですね。あと砂糖、お砂糖もあの当時すごく貴重なものだったんですけど、もう甘ければ甘いほどあの貴重って言いますか、あの高価なものだっていうので、本当甘いお菓子が多いです。でもよく考えてみると、うん、そのまあ、鉄砲が伝わって、うん、でその後、まあ、あの長崎を中心に貿易が始まって、ね、はい、でまあ、カステラとかも伝わってきて、そうですね、はい、そういう意味で言うと日本のこの洋菓子のこう元を作ったのがポルトガル、うん、そう、それもあるかもしれないですよね。かもしれないですよね。で、うん、あの鶏卵そうめんってご存知ですか。あの錦糸そうめんって、あ、知ってます、知ってます。九州のお菓子ですね。確か九州のお菓子で黄色い、こういう色をしてるんですよ、はい、でおそうめんのようにまぶしてるんですよ。へー、で木箱に売られあの入れて売られてるんですけど、それと全く同じお菓子がポルトガルにもあるんですね。へー、でフィオスデオーボスっていう、ね、お菓子なんですけど、もう本当そういうのを見てるとあのつながりを感じますね。あとね、コンペイトーもあるんです。あ、コンペイトーもあのポルトガルから入ってきた。知らんかったんですか。知らんかった、知ってました。知らんかった。そう、あれ知らんかったばっかり。そうですよ、なかなかね、本当にそんなつながりがあるのになかなか皆さん、コンペイトーは知ってました皆さん。いや、それでも意外ですよ、ね、ちょっと皆さん、はい、あのコンペイトー知ってました、ツイート。知ってた人ツイート、知らなかったもツイート。あのいやいや、コンペイトって、じゃあそのまんま、じゃあポルトガルにもコンペイトって伝わるんですか。あ、ね、コンフェイトっていうお菓子なんですけど、コンフェイトで、それが日本人にはコンペイトって聞こえたんでしょうね。本当ですか、はい、今日僕1個単語覚えろって言われたら、うん、コンフェイト、コンフェイト、リスボンに行ってもドヤ顔しながらコンフェイト。コンフェイト、そうなんですよ、コンペイト屋さんがありますね。あ、専門店があるんですか。専門店っていうか、そういうね、あのお菓子を売っているところにコンフェイタリアっていうお店があって、はい、コンペイトがたくさん
ありますね。あのさっきも、はい、あのポルトガルの料理はすごい大きい料理っておっしゃってましたが、はい、じゃあちょっとふくよかな方が多いんですか？そうですね。で最近でこそちょっとメタボっていうのは世界的に問題になっているので、はい、気をつける人が増えてますけど、はい、本当あの10代の頃あんなに可愛いのにどうしちゃったのっていうぐらい皆さんね、はい、ふくよかになっていかれますね、はい、あそうなんですね。もう食べること大好きな国民ですから。コンフェイトのせい、コンフェイトのせいかどうか。まあだからこういった甘いものも、うん、あの毎回デザートで食べますから。あ毎回なんですね。もう好きもんなんですね。そうですね、もうデザートは。じゃあちょうどその食の話が出たところで、はい、ポルトガルの大体こう一般的なあのフードのスタイル、はい、食事のこう、はいはい、パターンみたいな、はい、そういうのあります、パスタとか まあ、ライス系とか。あそう、どんな風に食べていくかっていうことですかね。そうですね、大体こう1日の流れでいうと、うん、朝はこういうの食べて、うん、昼はそうですね。朝はそんなに、はい、もうほんとパンとコーヒーっていう軽めなんですか。軽めなんですね。でお昼からもうほんとしっかり食べるっていうのが昔からのスタイルで、1時間ぐらい1時間2時間はもうゆっくりとってのんびりっていうのが多いんですけど、最近はもうねビジネスマンはそういうわけにはいかないのでだんだん減ってきてはいますけど、なんか私たちなんかが旅行会社の方とポルトガルに行ったりすると、毎回毎回ランチも素敵なものを用意してくださるんですが、午前中ここ回って午後はじゃあそこの世界遺産とここの世界遺産見に行かなきゃっていう予定があるんですけど、もうだいたい2時間半ぐらいはお昼ご飯に取られてしまうので。2時間半、うん、そうですね。もう前菜に始まってスープが出てきて、それで白ワイン赤ワイン飲んで、お昼から飲むんですか？飲むんですよ。いいな。で食後はデザートが出てきまして、それでコーヒーで締めみたいな、そういう感じですね。理想ですよね、うん、理想です ね、ただお肉よりはお魚が多いので1週間ポルトガルにいてもなんか全然疲れない感じはありますけどね。逆にこう、まあ、日本から伝わったような、うん、その食事とかあるんですかね。日本から伝わった食事、なんか肉じゃがとか、なんかそれに似たようなとかってありましたよね。そうですね、あれはどちらかどうなのか、やっぱりね、多分日本人と味覚が似ているんだと思うんですけど、お肉とですね、お肉じゃないや、コフキーモに、イカの詰め物、イカ飯みたいなもの、イカ飯そういう、じゃあこれコフキーモに詰めるんですか？じゃあコフキーモと一緒にこんな感じですね。これにも絶対美味しいやん、これ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 、うん、そうそう。でイカの中にいろいろイカの内臓とかいろんなものが詰めてあって、こう煮込んであるお袋の味的なそんなものが多いですね。家庭料理なんですか？家庭料理が多いですね。この上のね、上のこの魚が、あ、さっきおっしゃってた、そうそう、イワシなんですけど、どう見てもこれサンマやろみたいなね。そうこの大きさは。あ、南の国で、本当に大きいですね。そう、気候に恵まれた海で育つので、ドクターモールの島で育って大きくなるんですよ。なりすぎたみたいな。なりすぎたみたいな。そう、身もいっぱい詰まった。シシャモもびっくりね。ね。で、それ粗塩振ってね、お醤油でもあれば。このスタイルもポルトガルなんですか？それがエグタルトですよね。そう、そうですね。そんなちょっとおしゃれに盛り付けてありますけど。本当にあれですね。卵を使った、うん、お菓子が、お菓子が多いですね。そう、これもちょっとね、うん、トロトロ系ですもんね。そう。いやめちゃめちゃありますね。なんかツイートでもですね、あのカステラ食べたいとかですね、来てますか？来ていただいてますね。これ面白い。そうそう、何さっきコンペイトのこと出ましたよね、はいはい、でカステラもこれ伝わってますよね、はいはい、でタバコもそうですね。で京都のポント町、あ、そうなんですよ。ポント町もポルトガルらしいですよ。ポント町が京都のね、ポルトガル語から来てるんですよ。あ、そうなんですね。なんでポント町が
ポルトガル語不思議ですよね。不思議、めっちゃ不思議、ね、あのさっきも話に出てましたけど、あの信長の時代にポルトガル人はたくさん、あの当初ね、都だった京都に住んでたんですけれども、でポント町といわれる今のあのエリアにたくさんポルトガル人が住んでまして、でポントっていうのはポルトガル語で先端とか、いう意味がありまして、漢字がね、そう 先っていう字ですよね。トレンドとか、トレンドだから一番、あの今ね、あの 流行の先端とか、で京都の街の賑やかなところの先端っていう意味があったみたいで、なるほど、でポントポントって呼ばれるようになったって聞いてますね。じゃあそれが名残で、あの字も先のっていう、先端、あれはちゃんとポントの意味を表してる、はい、うん、知ってました。いや、知らなかったです。これは知らないでしょ。そう、これは僕も知らなかったです。いや、過去ブログに今日ね、ね、そうそうそう、早速、ね、自慢ですよ、ポント町知ってたか。そうそうそう、ね、ポルトガル語やのポント町ね、漢字やのに漢字にしたんですよね。ブランコもなんですか。ブランコもそうですね。あとね、面白いのが、おんぶ、赤ちゃんおんぶって言いますよね、はい、あれもポルトガル語、嘘やー、これ高岡さん、嘘でしょそれ。あのね、ポルトガル語で肩のことをオンブロって言うんですね。で、多分その九州の方で誰かが赤ちゃんをおんぶしてる姿を見たポルトガル人がきっとオンブロって言ったのが初めじゃないかと言われてますね。じゃあさよ、オンブロってなった。オンブロって言ったらなんかオンブに聞こえますよね。あのポルトガル人オンブオンブ言うとるで。そう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 、ポルトガル人これオンブやオンブや、これオンブみたいな。そうそうそう、はぁ、あとはね、あとあの着物の下に着る襦袢、はい、あれもポルトガル語へぇいや、襦袢、襦袢、なんかでも襦袢って響きだ、聞けばフランス語っぽいですよね。それはね、襦袢、そう、襦袢みたいな感じで、ポルトガル語で襦袢って言うんですよ。襦袢、やっぱりね、あのフランス語もイタリア語もあの全部ね、あのラテンの言葉なんで、そうですね、似てるんですけど、襦袢音から襦袢が来てます。いやいや、襦袢、襦袢もそうなんですけど、あとシャボン玉のサボンも、いや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 、ありすぎる、ありすぎる、ありすぎる、高岡さん、そうそう、いっぱい出てきますよ。なんでそんないっぱいあるんですかね、うん、ね、やっぱりそうですよね、あの西洋の人でやってきたので、ポルトガル人が一番最初ですから ね日本人が出会った最初でしたからね、その時にたくさん影響を受けてるんですよね。おんぶは意外ですよね。おんぶは意外、じゃあ、あのおんぶお化けは、おんぶお化け、そんなおるんですか。え、おんぶ、おんぶって知らない、知らない、知らない、知らないですか。おんぶ、はい、ちゃっちゃっちゃって、わかんないです。おんぶお化けは聞いたことあるかな。アニメであったですよね、おんぶお化けって、ありましたね。わからない、みんな知らない、みんなほっときよる。あったんですよ、おんぶお化け、はいはいはい、あれもじゃあポルトガルのおんぶですよ。そうですよ、おんぶはポルトガル語です。奥深い、本当にね、昔いろんなつながりがあったっていうんでね、なかなかポルトガルってどんなとこっていうイメージ湧かない方多いですけど、ポルトガルと出会ってなかったら、こう甘いものも、あのこんな種類がなかったかもしれないし、鉄砲、も入ってきてないかもしれない。そうなんです。だから信長がそこまで ねあの国を統一したかどうかわからないですよね。歴史をね、だから歴史を変えた可能性がある。そうですよ、ね、種子島の鉄砲伝来は、そうですよね、そう、フランシスコ・ザビエルさん、はい、あ、ザビエルさんは、ザビエルさんはポルトガルの船に乗ってやってきた、今はナバラ王国って言ってスペインの領土でお生まれになった方なんですけど、はい、あのポルトガル人の宣教師と一緒にいらっしゃったスペイン人の方で、はい、あ、スペイン人なんです ねスペイン人も一緒にポルトガル人と一緒にあのですよね、でも小学校の僕ら小学校の時は、はい、ポルトガルっていうような感じで教えてもらってましたよね、はい、そう、必ず日本史の教科書にはね、ポルトガル人がやってきたみたいなのは出てきますけど、そうですよね、細長いね、人でこうなんかスカートなんかこうこんなあの蛇腹みたいなのを着てね、本当、なんで南蛮人とかね、はでもあれじゃないですか、あの小学生でも一番最初に習う外国人じゃないですか、そうですね、ポルトガル人、そうですよね、あ、そうですね、
ね、うん、それまでは出てこないですもんね。ね、日本酒の中には出てこないですね。はい、うん、あ、そうですよね。中国の方とかね、はい、そのアジアの方はあれですけど、うん、そうですよね。西欧米からやってくるのは。そうだから航海術がとっても発達してたので、バスコダガマとかマゼランとか、うん、全部ポルトガル人なんですね。7つの海をね制覇した国なんですよ。へえ、そんな昔から。そうね、へえ。あの歴史変わったって言えばイケメン、今サッカーの、ね、はい、イケメン来ましたね。さっきお話ししてましたけど、はい、クリスティアーノ・ロナウドですね、はい、世界一のイケメンですよ。ちょっとねロナウド登場している雑誌があるんですけど、はい、こんなのございますね、うん、でこちらの真ん中におりますけど、やっぱしこういう彫りが深い、うん、方が多いんですか。そうですね、髪の毛の色は金髪というよりかは、髪の毛の色も 茶色い髪で、はい、金髪っていう人もいるんですけど、はい、大体がこんな色で、背格好もそんなに高くないので、はい、後ろから見ると、ね、日本人かなって思うような方が多いんですね。じゃあ日本人のちょっと顔が濃い平井堅さんみたいな。そうそう平井堅さんとか、あとポルトガル人的な、うん、若林豪さんとか。決めつける。名刺で決めつけるな。濃いな思って。もうこれからも平井堅さん見るためにポルトガル人だから。そうですよね、ああいう感じのね。そう、ちょっと眉が濃くて、うん、目が大きくて、はい、目がちょっとで、ほっとくと眉つながるかなみたいな。ああ、そうなんですか、うん、多いですね。セクシーですよね、はい、うん、ごめんね、セクシーじゃなくて、うん、いや、セクシーですよ。いやいや、もうごめんなさい。今日これでお腹隠れてるんですよ。うまい具合にね。そうなんですよ。ここからカメラシャッターなんですよ。そうですよね、はい、だからそのポストイット入ってあると、かっこいいな、ね、サッカー上手ですよ。こんな写真ね、うん、普通乗っけないですよね。そうですよ。これでもかっこいいですもん。これでもかっこいいもんね、うん、そうですよね。今をときめく、なんやなんかね、日本の本田選手が無回転シュートってやりますよね、ボールが回らないままシュートする、はい、あれの得意技は、ね、ロナウドから始まってますからね。あ、そうなんですね。無回転シュートが好きなの、うまいんですよ。でも小さい時から頭角を現してて、彼はポルトガルの島のマデイラ島出身なんですけど。あ、島なんですね、はい、で マデイラ島っていうのはアフリカのモロッコのちょうど西側にある大西洋の真珠って呼ばれている島なんですけど、はい、そこで生まれて、でスポルティングっていうリスボン の、はい、下部組織に入って、そこでマンチェスターユナイテッド の、 有名な監督に見出されたってい う、 そ う、 で、ね、そうで今大活躍ですからね。今スペインですから多分ね、ポルトガルお好きな方はサッカー好きな方が今多いんじゃないかなと思いますが、ロナウドが、うん、日本にもね、はい、出るときはもうギャーらしいですからね。うん、ね、日本、ね、韓国日本ワールドカップの時のベッカムもすごかったですけど、ベッカムも男前ですよ ね、 でベッカムの後を言ってるんですよ。ベッカムが出た後、はい、ロナウドがマンチェスターユナイテッドに行き、その後レアルマドリードですからね。いや、行きたいな、ポルトガル、うん、イケメンたくさんいますんで、ね、高岡さんは何回ぐらい行かれたんですか。はい、私はですね、大学時代に1年間リスボンに留学をしまして、はい、住まれてたんですね。はい、そうなんで1年間学生として住んで、はい、その後も夫の駐在っていう形でまた新たに5年間住むことを。じゃあ計6年間住まれてたんですか。はい、へえ、いいですね。もう本当にもうのんびりしていて、はい、気候はいいですし、食べ物おいしいですし、なんか時間がゆったりと流れてるんで住みやすかったですね。ゆったりってことは沖縄タイムみたいな感じで。そうな、まさにそれです。時間もパーティーに呼ばれても、はい、その通りの時間に行くと失礼っていう。あ、そうなんですね。大体30分ぐらいはみんな遅れてくるっていう感じですね。あ、で15分の遅れは遅れに入らないと。じゃあ2時約束して2時半に行かなかったんですよね。2時半には行ったよみたいな、そういう感じですね。へ、やっぱり南の国の方はそうのんびりがね多いんですかね。あれですか、観光局の、はい、方で、はい、今回初めて日本人の方が、はい、そうらしいですね、出ていただいたんですけど、はい、
どういうお仕事をされてるのか、はい、そうですね、あの、まあ、観光局なんで、うんなんだね、なんとなく国の宣伝されてるなとかイメージあるんですけど、うん、そうですね、一般の方にはちょっと縁遠いお仕事じゃないですか、はい、あー、なるほど、うん、ちょっとなんかその辺そうですね、だから まずはその一般の方でポルトガルに行きたいなっていう方いらっしゃいますよね、うん、でそういう方があのポルトガルの資料なかなか手に入らないんだけどっていうのであのこうコンタクトしていただきましたら、あのいろんなポルトガルの資料を一般の方向けにお配りすることもしてますし、またあの JTB さんとか近畿日本ツーリストさんとかあの大手の代理店さん、それから小さいところもそうですけど、旅行会社さんにあのポルトガルのことを知っていただいて、あのツアー作ってくださいよっていうお仕事もありますし、あとはあの雑誌とかテレビとかの方にポルトガルに取材に行っていただいて、それを雑誌テレビで紹介していただくっていうサポートもしてまして、でポルトガルに行きたいんだけどって、うん、あのどういうところがあるっていうのの説明をしたり、うん、向こうのコーディネーターさんをご紹介したり、はいはい、あとはプレスツアーで私も一緒にあのメディアの方々とポルトガルに行ったりっていうこともしてます、うん、いっぱいありますね、うん、ね忙しいですね、そうなんですよ、うん、実は本当に日本人スタッフ私しかいないので、あ、まあ、観光局さんによってはそれを何人ものスタッフさんで大掛かりにやってらっしゃるところもあるんですけど、はい、まあ、ポルトガルの場合はあのうちの代表と私2人で、あのもうあの足で稼いでおります。だいたいそのポルトガルまで飛行機で東京から何時間ぐらいかかるんですか？はいはい、そうですね、あの直行便がないので、あ、ないんですね、うん。だからヨーロッパの大きな都市どっかを乗り継ぐ形、例えばパリ経由で行く場合はエールフランスでパリまで行って、はい、その先リスボンに入るとか。あとはそうですね、ルフトハンザーなんていうドイツの航空会社さんだとフランクフルト経由で入る、はい、で大体その待ち時間も入れて16時間半から18時間ぐらいかかりますね。でもそんなに思ってるほど遠くなくて、そうですね、十何時間であればそうですね、うん、でパリまで12、3時間ですから、そこから飛行機に乗ってしまえば2時間半でリスボンに着きます。そんなもんなんですね。そうですそうです、2時間半ってあっという間ですね、そのついてから、はい、東京大阪です。そうですね、新幹線の、はい、あの僕 の、 あの友達の方がですね、今日フェイスブックでちょっとやり取りしてると、はい、ポルトガルに行ったことがあると、はい、日本人の方ですか？日本人は、はい、今日多分ねあのアイコンから、はい、見ますって言っていただいたんですね、はい、ありがたいですね。で、あの、あのトモコさんって言うんですけど、トモコさんはあの旅好きなんですけど、はい、深夜特急の沢木幸太郎さんの影響で、はい、ポルトガルまで行った。あ、もう行かれたんですね。え、もう行かれました。そうなんですよ、はい、沢木幸太郎さんはあのマカオ、確かマカオからずっと横断して、うん、西の果てまで行くってい う、それもバスしか使わないっていう旅行をされたんですね。でその最終地点がやっぱり西の果てのポルトガル で、はい、でリスボンに入られた時になんかあのどっかであのビールを飲みになったんですね。でビールにサグレスって書いてあって、でこのサグレスは何だってお店の人に聞いたら、はい、あの一番さっきも出てきたアルガルベの、はい、西で南の果てのあの岬があるんですけど、はい、そこだっていうことが分かって、はい、あ、じゃあそこを最終地点にしようっていうんで、はい、そこまで行かれて、はい、でそこを最終地点にしてロンドン経由で戻ってこられたっていう、その深夜特急っていうね本を書いてらっしゃるんですけど、もう旅好きはもう必ずもうバイブルのそうですね、かっこいい小説なんですよ。そうなんですね、もう一人旅のね、はい、もうすごいいい小説なんですけど、その最終地点がポルトガル。そうなんですよ、いや読んでみよう、うんうん、ここおすすめですよ。あ、そうですか、うんうん、はあのちょっと話変わっちゃうんですけど、日本ってやっぱり昔からまだまだ女性が働きにくい社会なんですが、ポルトガルっていうのはどうなんですか？はい、なんか私が住んでいた時の印象もそうなんですけど、はい、もう女性が働き者なんですね。あ、そうなんですね。でもう女性が働くのは当然っていうのが、はい、まあ、社会的にもありまして、
で、あの本当社会進出している割合もすごく高いと思うんですけれども、はい、まあ、あの子供が生まれたらそれを預ける施設だとか、はい、あのベビーシッターさんに来てもらうとか、はい、そういうのがすごく充実しているせいか、はい、もうほとんど本当にあの女性が外で働いてますね、はい、それは。はあ、日本もね、そういう風になってくれればもっともっとあの少子化でなく、うん、ね、赤ちゃんもたくさん産んで仕事もバリバリしてってなりますけどね。そうそうそう。で、女性がすごく働き者なんですけど、あのあれな、あの男性の方々が ですね、なんかこんな時間にどうしてカフェにたくさん集まってらっしゃるんだろうとか公園の方で楽しそうにお話しされてるなみたいな。日本と反対、井戸端会議が男性みたいな感じですかね。なんでしょうね、のんびり生きてらっしゃる、はい、あの男性の方、それからおじい様方っていうのが本当、はい、微笑ましいっていうところもありますね。今沖縄とかイタリアと同じですねって出てましたけど、はいはい、そうですね、そうなんですね。ねえ、イタリアものんびり、だから本当になんて言うんでしょう、みんなあまりお金はないかもしれないけれど、もう人生を楽しんでるっていうような。いいですね、そういうの、うん、雰囲気にね、なんとなく出てますよね。そう、このそう、夏になるとみんなしてそのビーチに行くんですけど、一日ビーチにいてもね、お金使わないですからね。いいですね、無料なんですね。もちろんもちろん。で、なんかね、今日はいい天気だ、ビーチに行くのに一番いい天気だねっていうのがご挨拶になるっていう。けど毎日晴れですよね。晴れです、6月から9月までは。はあ、じゃあ暑いですねみたいな感じですか、日本で言うと。っていうか、もうビーチにぴったしだねっていう、うん、もうビーチ大好きですからね。行こうよみたいな。そうそうそう。でもね、あのこう聞いたんですけど、はい、ポルトガルって、はい、あの暖かいんですよ、はい、うん、で、あのまあ、ヨーロッパってなんか日本人って寒いイメージがあるんで、はい、まあ、冬にこれから行こうとすると、うん、まあ、雪があったり、うん、まあ、寒かったりっていうイメージあるじゃないですか。で、ですよね、ポルトガルはそうですね、あの1月ぐらいに私行ったことあるんですけど、あの日が差すと18度ぐらいになるんですね。キャンプ晴れますよね、うん、もうなんか本当北欧の方とか、半袖で歩いてらっしゃったりしますから、その冬場でも、あのだから寒くはないんですよ。で、あの10月から少し雨が降るっていうお天気にはなるんですけど、もうリスボンあたりだと本当あの毎日雨が降るわけじゃなくって、はい、もう日が差してくると暖かいですね。あの、うん、もうオールシーズン楽しめる。そうですね、だから日本の方で、まあ、1月2月はあの航空券も安いですから、もうヨーロッパどうしても行きたい、安く行きたいっていう方にはもうぴったりしたと思いますね。1月2月でね、うん、来年すごいお知らせがあるんです、うん、あ、そうですね、エールフランスさん、先ほどもお話ししましたけど、はい、あのバリ経由で行くと東京からだと1日3便ですか出てますし、はい、羽田からもなんか JAL 便のコードシェアで飛んでますから、はい、でそれでポルトガルキャンペーンをやるっていう。おー、ポルトガルキャンペーン、うん、はい、内容はいうお話があるので、はい、多分その間にあの一、まあ、あのなんていうんですか、一等賞になられた方、その応募があるらしいんですけども、はい、あの1位が当たりますと航空券付きのポルトガルの旅行みたいなのもされています。応募しよういると聞いてます。エールフランスです ね、もう実現していただくように、はい、もうお願いします、ね、エールフランス1月かららしいので、はい、で、あのその期間中に申し込まれた方はポルトガルのホテルに割安で泊まれるみたいなのも用意してますし、ぜひぜひそういうのを利用してね、安くいい旅行をしていただきたいですね、はい、わいいですね。それはあの、うん、ポルトガルのこうワインとかを買ったら、うんうん、そういう感じですかね。ポルトガル行かれるものじゃなくて、その期間中にポルトガルの航空券を買った人の中から抽選でみたいな。なるほど、先に買って抽選で。そうですね、多分だから特別料金でポルトガルまでの航空券も用意していただけるんではないかなと思いますが、はい、どうでしょう。その機会に、この機会にぜひ皆さんにポルトガルに。そうですよね、本当に。そしたら現地で、はい、カンペトゥカンペトゥあとオンブ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 ってオンブロみたいなね全然発音違う勝手に言うてるやんあ、それからまたあの来年の6月からポルトガルの飛行機がチャーター便でやってくるんですよ、うん、
ますます行きやすくなりますよね。それで行っていただくと、まあ、成田からですとあのバルセロナ経由してリスボン、リスボンからマドリッド経由でなんか東京に戻ってきたりっていう便もあるようなので、そしたらいつもよりも早くね一つの飛行機で乗っていけますからね、そういう嬉しいお話も今ですね。じゃ あのポルトガルファンの方、はい、ポルトガルに行ってみたい方は、はいはい、来年はいろいろ楽しみが、はい、そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますね。1月、2月と6月、うん、あ、6月から9月ですね。9月、はい、あの、はい、気温的には何度ぐらいあるんですか、はい、気温は。冬場でも、冬場も10度以下になることは絶対なくて、はい、あの雪は降らない。じゃあもうパーカー程度で旅行は、うん、そうですね。で、薄手のダウンの短いのとかでも十分ですね。はい、じゃあ荷物も少なくてね。そう、ただ本気でなんか行くのをシミュレーションしてる。そうなんですよ、行こうもちょっとそんなイケメンおるんやったら。そう、イケメンもいます。イケメンでか。はい。美味しいもんとね、そう食べてね、はい、ゆっくりして、うん、いや完全思いましたよ、話聞いてて絶対行くことシミュレーションしてるな、うん、ちょっと今考えてますもん。休み取ってもらおうと思って確かに確かに、はー、うん、でも甘いものとワインもあるし、うん、お魚料理もあるし、はい、そうです ね、 ね、イケメンもいるし、そう、ね、のんびりできるし、のんびりできるし、海もあるし、海もあるし、ね、で、うん、沢木耕太郎の深夜特急にも出てくるし、そうですね、これはちょっとやっぱり一回行っとかなかなっていう感じですね。そうですね、まあ、そんなにあれですよね、知ってる日本人にバンバン会うわけでもないので、うん、まあ、お忍びもいいんじゃないですかね。お忍びでお忍びで、うん、でもその前にね、僕はね、はい、まずこれを、あの、はい、入手しまして、はい、ポルトガルを日々感じてみたいなと思います。そうですね、美味しいものカステラ、はい、スイーツもたくさんありますので ね、 ね、今日はなんか本当にあの、うんうん、驚きの、うん、お話がたくさんあって、はい、とても楽しい、そうですよね、だったんですけども、はいはい、じゃあなんかあれですか、最後に、うん、これだけは今日皆さんにポルトガルの話を、覚えていってほしいっていうものがありましたら、うん、はい、覚えていってほしいもの、うんうん、そう、これだけはもうなんか一個覚えて今日は、あ、じゃあそうですね、あのポルトガルにいらっしゃった時のご挨拶、ね、あ、それ大事ですね、そうですね、はいはい、必ず言うのがありがとうっていう言葉がありますよね、はい、それがオブリガーダ、女の方が行く時は言う時はオブリガーダ、オブリガーダ、ありがとうに似てますよね。ありがとうって言っても通じてしまうぐらい似てるんですけど、で男の方が言う場合はオブリガード、オブリガード、うん、オブリガード、オブリガードって言っていただくと感謝の意が伝わります。練習、オブリガーダ、オブリガード、それ日本語で言うとどう違いがあるんです、うん、男性と女性は、女性が言う時の言葉が女性形ってアで終わるんですね、ポルトガル の、はい、の名詞は、はい、なのでそこから変化形でオブリガーダ、はい、で男性はオブリガード、じゃあもう女らしい言葉、男らしい言葉っていう感じなんですか。うん、でもそうですね、そう思っていただければ、あと人に会った時はオラって言ってもね、オラ、あ、それ聞いたことあります、うん、もうイタリアもスペインも、はい、一緒ですね、はい、もうオラで、はい、オラでオブリガーダって言えば全部うまくいくと思います。はい、覚えましたか。オープン、コンペトコンペトポンポンと覚えましたね、バッチリ、はい、そっか、楽しみやな、そうですね、ぜひ行ってください、ね、はい、楽しみ、そろそろね、時間の方が、ね、そうですね、もうそろそろ、うん、今日ですね、ちょっと本当に通信の状況が、悪くてですね、うん、ちょっと放送の方も中断してしまったりしたのかな、うん、音声も ね、 声もね途切れたみたいで、途切れ途切れで、うん、大変申し訳ありませんでした、はい、でも途中までね、はい、30人近い方見ていただきましたので、はい、はい、とってもありがとうございます、はい、はい、で本当に今日はインズありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ね、はい、急にお邪魔しまして、いえいえいえ、好き勝手言いまして、いえいえいえ、散らかしっぱなしで楽しかったですよかったです、それはそれは、最後に告知、はい、いいですか、はい、12月23日木曜日、来週もこの番組、私の犬や犬の夢を語っていいですかっていう番組が、20時からこのチャンネルじゃないんですけど、うん、
放送があります。でその時間の前の時間13時から17時のお昼ね、はい、はいはい、4時間13、14、15、16、14時間ですね、生放送で、スカパーで J1 キング TV スペシャルで競馬のその日ちょうど賞金王決定戦っていう日本で、うん、日本じゃいやそうか協定会で一番大きい年末の最後のレースがあるんですが、うん、それを予想するという番組を水着で出ます、うん、やるんですか、はい、水着ですか、水着で出ます賞金王決定戦スカパーですか、スカパーで、はい、あの詳しくはブログに書きますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、これは見な飽きませんね、見てくださいぜひ、うん、あのワッシーさんは次回は番組は今年はこれで、打ち止めでございます。はい、あの来年また、うん、あのお目目に、お耳に書かれたら、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ良いお年をですか。良いと早いなまだクリスマス前ですけどね、寂しいやん、もうまだ2週間あるじゃないですか、うん、はい、まだまだありますよ、はい、でも、はい、あの4回あの観光局の中の人やらせていただきまして、ね、まあ、ポンポンポンと4回させていただきまして、来年5回目ということで、まだまだですね続けていきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いします、はい、そうですね。じゃあの最後にあの私とワッシーさん関西人なんですが、はい、私の番組であのキーワードにしてることがありまして、はい、ホナーってちょっとオラみたいな感じなんですけど、はいはいはい、ホナーってあのさよならみたいな、はい、じゃあねみたいな感じなんですが、はい、これあのせーので皆さんで一緒にホナーで締めていただきたいんですけども、はいはい、よろしいでしょうか。こっちに皆さん一緒に、はい、それではあの最後の、どうも、今日はご覧いただきましてありがとうございました。それではまた、明日からも、麹町ワールドスタジオよろしくお願いしま す。せーの、ほな、麹町ワールドスタジオ。Studio.